両福寺は、東京都練馬区南大泉五丁目にある日蓮州の寺院。旧本山は大本山法華教授、達志士法苑。当寺院は、もともとは、歌唱3年に自覚大支援に,によって創建された天台宗の寺院である。当寺は、寺院名は自覚山大覚寺といった。その後、公安5年にある法華教授の日高がこの地を訪れ日蓮州の教えを、 地元の農民などに説法した。そして、当地に、洋方ゲス山妙福田寺らという日蓮宗の意を作った。そして、現行2年、愛覚寺住職費のべは、法華教寺の日、優の教えを受け、大覚寺と妙福伝寺を合併して、妙福寺とした上で、日蓮宗に改修した。当初は、法種山と名乗っていたが、後に、法華教寺の漢字が、 当時の住職を兼任してきたため、北家教授のある下宇佐国中山にちなんで西の中山と称するようになり、三号も西中山と名乗るようになった。妙福寺は当地における日蓮宗寺院の代表的な存在になった。江戸時代になると徳川将軍家から祈願書とされ、二十一国ごとの主因地を授かり格式ある寺院になった。 日練習は昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び名わしている。ありがとうございます。